ダニエル・リベスキンドの北帝国戦争博物館。アルミで覆われた東表のクロースアップ・フランク・ゲイリーによる MIT ステータセンターコープ・ヒンメル・ブラウによるドレスデンのシネマ・コンプレックス・サンティアゴ・カラトラバによるブエノス・アイレスのムヘール橋建築における脱構築主義とはポストモダン建築の一派であり1980年代後半以降2000年代に至るまで 世界の建築界を席巻している。脱構築主義の建築家の多くは、実際の設計には恵まれず、もっぱら建築思想家として、また立つことのない建築のイメージを描いたドローイングで有名であったが、口述するニューヨーク近代美術館による脱構築主義者の建築展の後、1990年代以降は、各地で実際の建築を設計するようになっている。 ポストモダンの体調後、モダニズム建築が復権するかたわら、脱構築主義は、各国でのコンペに勝利することで、スタジアムや超高層ビルなどより広い活躍の場を得るようになっている。などが特徴である。この様式で建てられたデコン建築の最終的な外観は、伝統的な建築様式ともモダニズム建築の箱型とも違う、アンバランスで予測不可能。 かつ刺激的なもので、ひねられたりずらされたり傾けられたりと、コントロールされた混沌とでも言うべき様相を呈する。脱構築主義に含まれる建築家の一部は、フランスの哲学者、ジャック・デリーダの著書と、その脱構築という思想に影響を受けている。また、他の建築家らはロシア構成主義に影響され、その幾何学的でアンバランスな非対称的形態を再現しようとしている。 総じて脱構築主義の建築からは、形状は、機能に従う、素材に忠実であることといった、モダニズム建築の抑圧的な鉄則と彼らが考えるものから、建築を遠ざけようと意図している。ただし、脱構築主義者とされている、建築家の中には、自分たちの建築を脱構築的と分類されることを積極的に拒否する者も,もいる。一方で、 ポストモダン建築の中にある様々な過去の建築様式や装飾を引用する節中主義的な考えを強く拒否しており、より純粋に新しい建築を生み出そうとしてきた。脱構築主義に関わる有名な建築家には以下のような人物がいる。彼らは1988年にニューヨーク近代美術館でフィリップ・ジョンソン監修の下開催された、 脱構築主義者の建築展にて取り上げられた人物であり、この展覧会によって、脱構築主義の用語と共に有名になった。フランク・ゲイリーのビルバオ・フ・ケンハイム美術館。カナダドルを用いて設計されており、平らな面が建築のどこにもない脱構築主義に、対する批判には、社会に対する意義のない、単なる形態の実験に過ぎないといったものがある。磯崎信は、 ザハハディットをコンペで発掘するなどこうした建築家の評価に大きく関わってきたが、デザインの目先の斬新さを競うことに対して、会議的であり、阪神・淡路大震災以降は、破壊された建物を見た衝撃の後では、デコンストラクションというファッションは終わったと言わざるを得ない、と批判している。井原ら太郎、おかしな建築の歴史 P78 は、コムデ・ギャルソンの川久保玲が、 男女という古典的な対決構図をずらして、中性的な衣服をデザインするのもこれに相当と書いている。ありがとうございます。